ナルが赤になりました。この時点でスタートが切られますと三原は DNS スタートできるということになります。カーナンバー58上原アイル動けないでいます。あ、マシンがカートに乗せられました。残念。さあ、そしてローリングはというと遠藤新がコントロールをしてるんですけど、めちゃくちゃゆっくりです。最終コーナーから立ち上がってきます。遠藤の横に酒井、2列目には元田と石部。酒井と石、あ、ごめんなさい、遠藤と石部はこのネクストカップに参加をしていません。服部も参加していない。さあ、スタート切られました。遠藤いいスタートを切っていきました。その後ろ元田新馬がついていきましたね。酒井龍太郎はアウトサイドから2コーナー立ち上がりで3番手といったところでしょうか。3コーナーとストレートでクラッシュをしてしまったマシンがいるという情報が入ってきました。さあ、そして先頭はといいますと S 字から下り 25R 遠藤新が後ろを引き離しています。2番手には酒井、3番手には石部、4番手には元田新馬となっていて、その後ろに松井海斗、今はインドインだ、スリーワイドになった。ヘアピンでスリーワイド、後ろがなだれ込んでくる。シダリュークもなだれ込んできまして、じゃあ3番手以降が大きく入れ替わっていきます。トップの遠藤と2番手酒井の後ろ、3番手争い最終コーナーでもえらいことになっています。3番手には元田、4番手に石部、5番手来た、6番手には勝田雄心、7番手松井滝、8番手には松井海斗、9番手福岡力、10番手木原大地、新ベテラン服部とは本間幸、この辺も、ね、サイドバイサイドですごかった、村田哲馬、池上春樹、大津流星ということで16台が通過していきました。先ほどのクラッシュは梶尾義智もですね、梶尾テニスボール義智が残念ながらですね通過をしていないということになりまして、まあ、多分大津流星とかね、そのあたりとも課題なのかなという感じで、大津流星も大きく遅れておりますが、現在16番手で走ってはいるという状況ですね。さあ、池上春樹も走ってますが、さあホームストレートです。3番手争い1コーナーです。石部のインナーが元田新馬が飛び込んでいきます。1コーナートップ2は逃げています。3番手争いが、これはもうここが序盤の希望になってきますよね。無駄にバトルをすると前の2台は逃げるばかりですが、ここでドロップをしてしまいますと、ここから後ろから這い上がるというのは非常に難しくなってきますので、3番手を走っている元田新馬はこの3番手は死守しつつ前を追い上げるスピードをキープしつつという難しい状況になっていて、まあ、4番手の石部がどんな風に動くかにもよるかなというところです。じゃあその石部、後ろを振り返しましたが、インナーから下流区飛び込んできました。白いヘルメットカーナンバー11下流区、これで4番手に浮上。5番手石部、その後ろに角田雄心、さらに松井久樹と続いています。トップ2はといいますと遠藤新が速い速い49秒706でファステットをマーク。酒井龍太郎とのタイムギャップをコンマ8秒に広げました。そしてその酒井と元田の間が1秒7空いています。もうトップ2が独走態勢に入っているという状況になりました。序盤戦です。帰ってくると要求終了です。さあ、そして松井海斗がなんだかスローだ。下り 25R カーナンバー27鈴鹿選手権開幕戦のウィナーにして、このネクストカップでは4位1位を取ってランキングトップで臨んできました松井なんですけど、これも車検場に戻ってきます。残念。いやー、鈴鹿選手権と地方選手権とこのネクストカップとトリプルランキングトップでプレッシャーはあるけど頑張りますということでした松井海斗ですが、ここでリタイアです。さあ、なかなか予想のつかない展開になっています。今回各クラス昨日の練習走行がカンカン照りの本当に暑い夏のような気温だったところから一気に曇り空に変わって、路面も思ったように昨日のようには温度が上がっていないという状況で、なかなか練習とは違う、思ってたんと違うというような
コンディションが彼らを襲っているのかもしれません。さあ1コーナーのところではサイドバイサイドも起きておりますが、さあ今果敢に飛び込んでいったのは10番手ぐらいのドライバーですかね。8番手9番手争いぐらいでしょうか。さあトップ2がコンマ6秒差というところでヘアピンへと差し掛かっています。3番手には元田、4番手石部、その後ろはカーナンバー11のギダリウスに先ほど変わりまして、さらにその後ろはカーナンバー28の松井久志、そして角田裕志、さらに少し離れまして福岡力と木原大地の2人が最終コーナーから立ち上がってきます。さあこれは木原の前に出ましたね。カーナンバー23木原大地8番手、福岡力が9番手になりました。木原大地は17番手スタートから6周で8番手まで上がってきたということになります。前がちょっと離れておりますのでどうかなというところですが、大きく見ると、まあ、トップ2が頭一つ抜け出して3番手争いが7台と見えなくもないみたいな感じになっておりますので、この木原とその後ろの福岡、これぐらいまでが第2集団としてこの後バトルになっても不思議ではないというような状況になりましたね。10番手には序盤の最終コーナーでぐいぐいインカは攻めていました。カーナンバー21東地域のドライバーです、本間英吉、そしてカーナンバー94ジンペダンと服部空、少し離れてブラタで大津池上と続いてホームストレートを通過していきました。現在周回をしているのは15台ということでいいですかね。松井と梶尾と上原がもうレースには参加せずリタイアになってしまっております。さあそして先ほど大きく見ると7台とお伝えしていました第2集団なんですけれども、この3番手争いが7台から5台という感じにまずまとまってきました。3番手に元田新馬をかわして石部宗太郎が上がり、4番手に元田、5番手に田、そして松井と角田というふうにまとまってきましたね。そして木原と福岡後ろついていきます。さあその千田デュークの後ろ松井久志がアプローチをしていく3コーナーどうでしょうか。お松井久志ワンポジション上げましたか。3番手争いですけれども、石部の前にまずは元田新馬が出まして、で石部がちょっと遅れたところに千田龍久がぐぐっと近づいていき、で松井がインガを取ったんですけれどもそのままついていくという形で、さらに角田がテールツーノーズで、このバンガバトルで木原と福岡も近づいてきたので、またまたこのギュッとまとまった5台が7台になりそう。さあその中で松井久志1コーナー、今度はカーナンバー11千田龍久をかわしました。ポジションを5番手に上げます。カーナンバーは28松井久志5番手に浮上。3番手4番手争いはまだまだ続きそうですね。元田新馬とそして石部宗太郎です。石部宗太郎がまたまた前に出てきています。石部宗太郎は去年のジュニアマックス各地で非常に活躍をしたドライバー、今年は X30 で頑張っておりますが、ネクストカップにはエントリーをしていないということになりますので、今この上位の中ではトップの遠藤新と、そして3番手の石部宗太郎がネクストカップには参加していない、鈴鹿選手権と地方選手権ドライバーということになります。さあ2番手の酒井雄太郎はファッシストをマークして前の遠藤新を追っていきます。ネクストカップではトップということになりますが、しかし負けはね、彼の中ではプライドが許さないんじゃないかと思いますね。カーナンバー51の遠藤新12歳、そして44番酒井雄太郎13歳ということで、酒井からしたら遠藤はね、自分よりも年下でちびっこながら世界に行って取ってきたというような実績、複雑な思いで見ていたと思いますので、ここはしっかり捕まえて倒していきたいところだと思うんですが、さあ11周制御を酒井雄太郎またまたファッセスを更新しました。0コンマ01秒
先頭あなたよりも速い。タイムギャップはコンマ668というところで、残り周回数は5周、つまり1周につきコンマ1秒は縮めていかないと遠藤新たには追いつけないということになるわけなんですが、そのコンマ1をつく前に坂井隆太も懸命に走っています。もう少し近づいたらね、スリップも効きますので、今までよりは楽に前を追い上げられるようになると思うんですけれども、そこに入れるかどうかというところです。そして3番手石部宗太郎は先ほどまで後ろが近づいておりましたが、少し離しまして単独になりました。4番手には元田新馬、この4番手争いの6台が第2集団みたいな形になってきましたね。元田新馬の後ろからカーナンバー28の松井久喜が先ほどから懸命に追い上げているのが分かります。そして左行き、さらには角田、木原、福岡、この9番手まで連なっています。10番手には本間栄吉が単独、11番手服部空単独、12番手新部団単独、13番手村田千島単独、その後ろも大きく マックスマスターズクラス車両間解除いたします。車両の引き取りをお願いいたします。これ周回数が3周です。現在のラップタイムはトップ2がズバ抜けて速いという状況になっています。3番手石部だし、後ろのドライバーからしたら随分速い49秒5というラップタイムなんですが、トップ2は49秒2です。この終盤に来て3番手以降よりもコンマ2ターン速いという驚異的なタイムでトップ2が逃げています。そして先ほども遠藤新と坂井隆太郎でファッテストラップの取り合いが起きました。さあ差はそんなに縮まっていないように見えるが、残り周回2周どうだ、コンマ704、この周回は遠藤新の方が速い。3番手石部宗太郎はもう問題ないでしょう。4番手争いです。1コーナーに入っていきます。元田の後ろ、志田と松井、さあ松井はもう1回いけるか。後ろからは角田も来ています。木原もついている。さあ松井が3コーナーインサイド振った。志田龍久のインガー飛び込んでいきまして、4番手5番手6番手争いというところになりました。下り25R、4番手は元田新馬、このバトルに乗じて逃げたい。5番手には松井久喜、カーナンバー28、松井久喜は K スピードウィン、関東から来ている12歳のドライバーです。茂木の印象がすごく強いんですけれども、いろんなところでレースをして腕を磨いています。さあ最終コーナーから立ち上がってきた元田、松井、志田、角田、そして木原と福岡というこの6台のバトル、1コーナーどう決着がついていくんでしょうか。3番手まではもう抜け出していてバトルはなさそうな雰囲気になりました。これがもうファイナルラップ、4番手争いが最後の最終コーナーまで分からないというような状況で、さあ下り 25R に入ってきます。そしてトップの遠藤新はもうクルージングに入っても大丈夫というところ、坂井隆太郎は諦めていませんが、コンマ6以上の差がついています。最終コーナーから立ち上がってトップはカーナンバー51、遠藤新、初参戦にして優勝を勝ち取っていきました。2番手坂井隆太郎、3番手石部宗太郎、そして4番手には元田新馬。